ね、こちらはね、五穀 AE19、五穀 AE19 型の発動機です。こう見ていただくとね、愛知機械工業株式会社って書いてあります。このね、エンジン、こう遠くから見るとね、ホッパーが丸く見えます。で、2本のロッカーアームがついてまして、下にキャブレターがついてます。ガソリンと灯油の切り替えはここです。で、タンクがね、上にありますんで、上からガソリンじゃない、上から灯油が落ちてきまして、こうやって流れてきまして、ここにねこのまずガソリンを入れる、指導用のガソリンを入れる蓋がついてまして、その向こうにフロートがついてます。まあここにねフロート、キャブレターに送る燃料をキャブレターに送る部分がここについてます。ホッパーね、横には五穀ってアルファベットで見込んであります。タンクもね、この五穀のねマークがプレスされていまして、これもその当時のまんまですね。クランク室内はね、ここの取っ手をね開ければ見えるんですね。五穀はね、この中に、ベアリングが入ってます。メタルじゃなくてね、ベアリングがね入ってます。あ、ここにね、点火装置のマグネットがついてます。ここだとね、取り外しはちょっとね厄介ですね。マグネットの取り外しは動輪を外してやるんだと思います。タンクもついてるしね。で、ホッパー横にはね五穀ってあります。なんかね緑色で、もともとの色は緑色だったんでしょうね。非常によく整備されてまして、今に至ってるような感じがします。動輪の大きさは30から40センチの間でしょうかね。AE19 型五穀のご紹介です。